朝ですけど、シェア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 、やるか、とりあえず。ツイートした？こんばんは。やります。今日も京都でワンドローイング、ワンワンドローイング、ワンテレビのジョーン、お呼びですか、ワンワンワン、たけど多分すぐ寝るよ。ありがとう。寝てくれ。いっぱい寝てくれ。俺はまた一人でずっと喋ってっから。俺のイケボを聞きながら寝てくれ。喋んないかもしれない。もしかしたら。なんなら。こんな時間だしね、まあ、見てくれる人も少ないだろうということで、まあでも誰かしら見てるかもしれないという思いながら喋るしかないのよね。じゃあまず資料探しに行かないと。なんだっけ、名前忘れちゃった。真央ちゃん、真央ちゃんだっけ。学園愛、学園アイドル、なんだかんだ昨日も一人で30分喋ってたしな。気づかずな。喋ってない時の方が多かったけどな、多分。このセナちゃん書きて、ちょっと声優さんがさ、すごいかっこよかったから、さらにテンションアップ。有村真央ちゃん、画像検索。有村真央ちゃん、この画像と結構イメージ違うんだよな。でもわりかし、ちょっと待って、おもちゃが机の上に散乱してるせいで邪魔だ。おもちゃを一回しまわないと。よいしょ。フィギュアとかカブトムシとか、よいしょ。ほいほい、頑張りますよ。真央ちゃん、結構印象が、このイラストと一枚絵とあれで 3D モデルで印象違ったんですよね。結構 3D モデルの方が、まあ方がって言うと失礼かもしれないけど、 3D モデルの方が俺としては好みでしたね。なんか俺ちょっとすっごい目薄くなってるから動画見たいな。ポーズどうすかね、ポーズ。真央ちゃんの。まず紹介 PV でモチベーションを上げていくと。義を見てなさざるは言うなきなりってね。ハコ君、かわいい後輩が困っているんだから当然のこと。かわいい、この顔めっちゃかわいい、このニコニコの顔。有村真央です、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ここで何をしているんです。かっこいい。抵抗は無駄ですよ、格闘技。顔かわいいもんね、めっちゃ。すみませんでした、本当にプロデューサーだったんですね。子供の頃から憧れて。変質チャンス会ね。
歌劇団のスターみたいなかっこいいアイドルなんです。無理にキャラを作っているから笑顔もぎこちなくて、歌やダンスにも全力で集中できなくて、全部空回りしちゃって。有村真央さんですか？現在アイドルとしての仕事はほとんどしていないはずですよ。真央先輩ってば、すっごいロリ可愛い外見なのに、イケメンでかっこよくて、めっちゃ垂れ目だな。めっちゃ垂れ目。ちょっと見せて。ロリ可愛いのだ。足をひねったのか。立たない方がいい。僕が医務室に連れて行くよ。かっこいい。それは確かにくすぐられるワードですね。そんな僕なら可愛い気になれそうです。わかりました。なってみせますよ。目綺麗だな。可愛くてかっこいい。無敵の王子様系アイドルに。ニコニコがめっちゃ可愛い。ほら、コーヒーってなんとなくかっこいい感じがするじゃないですか。可愛い。でも可愛いって言われた、かっこいいアイドルを目指してるけど可愛いって言われたことで恥ずかしがってるところもまた良さそう。とってもこっちにも動画あった。 URL 省略、以下略。これまた別の動画ってこと？何これ、アップル、え、すごい。あ、アプリストアジャパンでこんなに投稿してるんだ。すごいね。こんな一枚絵見たことない。かわいい。なにこれ。え、すごい。なんか学マス専用アカウントみたいになってる。なにこれ。なんでこのアプリストアジャパンがこんなに学マスのすごい。この画像いいな。わかりやすい。もらい。すご。え、かわいい。しかも、みんな。え、うわ、かわいい。お菓子作ってんの？マカロン作ってくんの？何この衣装？かわいい。何このいろんな絵。え、これ、あれみたいな、犯罪者が捕まった時みたいな写真撮ってる。手まりちゃん。うわ、何この絵、すご。どういうこと？反抗的な目。動画なくね？あ、あるわ。え、すごい、動画もある。何これ？私、篠沢ヒロ。何これ？はじめまして。すご。自己 PR。 私は体力がなくて、声が小さくて、覇気もなくて、アイドル。これ公式に上がってないよね。誰にも負けない自信がある。初星学園のレッスンはとっても厳しくて。なんでアプリストアジャパンがこんな。れたり、え、これリツイートとかしてんのかな、公式。毎日が筋肉痛で、とっても楽しいよ。かわいい。ヒロ、はじめまして。高い金積んで洗練してもらってそうなのに。3年生の姫崎里奈美です。生徒会では初期はしてます。うわ、里奈美いいな。初星ってすごい才能のある子たちの集まる学園だから、自信をなくしちゃうこともあるけど、アイドルになりたい気持ちは誰にも負けないつもりだよ。かわいい。みんなよろしくね。先輩だからタメ語じゃない。はじめまして。私、かわいい。倉本千葉と申します。かわいい。何を隠そう、かわいいよ。私は全校生徒の中で一番成績が悪いアイドルだそうです。怒ることじゃねえだろ。笑ってるで。もう開き直るしかありませんわ。かわいい。なんだこいつ。至らない私ですが、どうかどうか。動きがめっちゃかわいいな。かわいい。何これ。あ、真央。3年の有村真央です。よろしく。いろんなところで撮ってんな。初星に入学する前は、そこ邪魔じゃない？劇団で舞台に立っていました。あ、そうなんだ。カステラの CM とか。え、あれ知ってる人いるかな。まあいいや。なんだな、一番が二番三次のやつは文明堂の誰もが猫やってた。かっこいいアイドルを目指します。カステラ1番電話は2番。どうもどうも、新宇すみかです。
ノリで挨拶したけど、アピールするようなことは特にないな。アイドルは好きだけど、自分でやる気とか別にないし。なんで入ったの？アイドル科に。ほどほどによろしく。なんでアイドル科入ったの？それで心配だな。はじめまして。かわいいリリア。カツラギ。邪魔だな。リリアです。アイドルが好きで。セナに憧れてるって言ってたね。アイドルに憧れてこの学園に入りました。ん、ちげえ。憧れてるのあれだ、チナちゃんだ。リリアはちげえ。あんまり自信はないですけど、精一杯頑張ります。アイドンセナ。あ、お菓子作りが得意です。かわいい。何この、この子。はじめまして、みんなのお姉ちゃん、花見咲よ。みんなのお姉ちゃんだったの？え、俺のお姉ちゃんってこと？じゃあ勝つのが好き、負けるのが大嫌い。学園のアイドルをみんなやっつけて、お姉ちゃんキャラだったんだ。私が一番になってみせるわ、このアイドルという競技でね。すごい、かわいい。月村手まりです。声ちっちゃ。特技は歌、誰にも負けるつもりはありません。目標は誰もが憧れるトップアイドルとしてステージに立つこと。クールだね。まずはこの学園で一番を目指します。でもポンコツになるんでしょどうせ。夢？いいえ、必ず達成する目標。かっけえ。俺もそう言おう今度から。夢のこと、夢じゃない、必ず達成する目標。わかんなかったからいいかなと思っちゃった。何言ってるか分かんないときは対応しないのもやっぱ配信者のさあり方だからさ。褒められるのが好き。おいそいつ、私を褒めてくれる人が好き。俺もじゃあ俺のこと好きじゃん。だからファンのみんなが大好き。やっぱ俺も長い間配信してるとさ、分かんないときは拾わない方が。私を大好きになってください。かわいい。でその下がプロセカの宣伝と。琴音で。琴音の動きが良すぎるです。琴音かわいいな。私は褒められるのが好き。私を褒めてくれる人が好き。だから今んとこ琴音かリナミだな。まあでもチナも可愛いし、リリアもか、みんな可愛いかも。これを見ている皆さん、私を大好きになってください。可愛い。でプロセカね。さて、え、もうこれでよくない？これ俺が書いたことにしてくんねえかな。ねえ。ねえ、これ俺が1時間に書いたことにしてくんない？デンジみたいなメンタリティしてんな。確かに。これ俺がこのポーズで、このポーズされちゃったらもう無理よ、公式が。反転して終わりでいいよ。確かに。公式がこのポーズしちゃったらもう俺それ以上書くことないよ。これがだって一番いいもん。この魔王を描く上で一番書きたいポーズだよ。これを1時間で書いたら仕事頼まれる。確かに。どうしようかにゃー。ふにゅにゅー。ポーズポーズ。なんかまあ俺も手に胸当てようと思ってたもん。俺も実際、実際ね、イケメンってだってそうじゃん。それの後ろにミニセナ描いたらもうワンドロ。そうだよな、背景も白いし。もう同じ構図でいいかな。バレねえっしょ、みんな見たいでしょ。アップルジャパンパクったって、あの向こうがパクったってことにさせない、なんとかしてバレてないうちに誰にも。イケメンのかっこいいポーズ、イケメンポーズって検索してみよう。ポーズ、イケメンポーズ。あー、なんかイケメンっぽいわ。ポーズがかっこいい。顔の半分に影かけるとか、裏高には絶対できないだろう。絶対できない、絶対できない、そんな才能やなし。かっこいいポーズって何があるよ。
首に手を当ててるポーズね、やりがちだよね。イケメンたち大体写真撮るとき首に手当てがちだよな。首を痛めてるポーズ、俗に言う。でもこのさ、あ、これじゃねえや。このちょっとさ、オーバーサイズな服を着てシワシワなのとかちょっと描きたくない？ちょっと大きい服を着てるのとかを、こだわりでしょ。もう俺このポーズから見なかったことにして、このポーズにしない？このポーズ描こうとしてたでしょ俺、絶対。絶対だって、だって俺も。ないかな、あんまり。なんか可愛い路線の真央にしよう。あー確かに、それもあり。マッチョな男性のデッサンポーズ集。マッチョじゃねえんだよな別に。イケメン、イケメン。イケメンはあん？顎。推理してる、コナン君みたいなポーズ。推理してるコナン君ってどういうポーズ取ってんの？あんまりかっこいいポーズって検索しても出てこねえな、かっこいいポーズが。この人間はかっこよくないのか、みんな。これか、これでいこう。よし決めました。顎に手を当ててなんかふんみたいなふんふんのポーズ、ふんのポーズにするわ。よし、オッケー、書くよ。 HMM、 ふん、有村真央。巨乳の次にボーイッシュ。ボーイッシュキャラはね、苦戦しそうだな。じゃあ行きますね。いやでも真央ちゃんの可愛いところでもいいな。まあいいか。わかん、真央ちゃんのことを知らないから、まだそういうなんか、幅利かせられない。キャラクターの、あれを、設定とかがわかんないから。その可愛いのがレアだったら可愛い絵も描くけど、全然普段から可愛い可能性もあるから、そのあたりはちょっと難しい。自由に書いていいのは今だけだぞ。逆にロリロリ魔王、メイドジャージ魔王を書くのは今だけ。終わり。じゃあいくぞ。あ、曲曲、今日のおすすめに出てくる作業用 BGM あるかな。今日もサリー BGM しか最近出てこねえや。最近サリー BGM しか出てこない。デレのメイドジャージキャンペーンみたいなやつやばかったわ。あ、なんかあるよね。あの、あれでしょ？ユニクスのとかがいたやつだね。今日もサリー BGM のレスカ。かわいい。いきます。レッツーぐる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 。ワン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 ドローン。
時間。この状態からスタートするのずるいよねって思うじゃん。俺も思う。でも知らねえ。ルールは俺が作る。ワンドロー。ワンドロー。耳出てねえのかな。耳出てなさそうだね。なんかあんまり。目むずいなこの子。目むずいな。でもイメージでは垂れ目、すごい垂れ目で、なおかつこの黒目がでっかい、白目の割合に比べて黒目がかなりでっかいっていうのを意識して描いた方がいいかも。いうタイプのキャラ描いたことないからわかんねえな。でもロリ可愛いって言ってたから多分パーツとしては幼い系統のバランスでいいと思うんだよな。顔のパーツが下寄りというか、ロリキャラのバランスみたいなのでいいとは思うんだけど、でもさ、これ黒目でかすぎるとそれはそれでなんかエイリアンみたいで気持ち悪いんだよな。難しいバランス。可愛いと、黒目って大きいと可愛いじゃん。それこそカラコンとかつけて可愛いっていうのと同じ理論で、ただでかすぎるとエイリアンみたいになっちゃうから、そこのバランス感覚がマジで養えない。目キラキラさせればなんとかなる。なるかな。結構特徴だと思うんだけどな、この黒目の割合。この真央ちゃんの。だからできる限りでっかくしていきたいけど、でっかすぎるとちょっと怖いっていう、プリクラみたいになっちゃうそこのバランスやむずし。目より下なんだね、前髪。もうちょい、これぐらいかな。
むず顔この子。もうちょい全体的にパーツしたか。めちゃめちゃむずくない？絶対にワンドロで終わらせられる気がしない。終わらせなきゃいけないんだけどね。甘えは許されない。髪型のイメージとしてはどんな髪型なんだ。間違いなく夜は明ける。髪型のイメージがわからん。つかめないな。開けさせない俺が。あ、こっちもちょっとこうなってんのか。絵によって髪型のブレがあるのもちょっとやめてほしいな。わからん。え、この子ハイライトすごいとこにあんな。サンディーだと髪ファサファサだからな。ファサファサ？襟足どうなってんの？むずいな。ハイライトど真ん中にある。目のすごいな。うわ、鶏皮の油抽出して。で結構この子ね、目と眉近いんだよね。結構イケメンな。顔立ちというか。なんで鶏皮が常備されてるんだ。いや、してないけど、されてないけど、抽出してカリカリの鶏皮と鶏油はなんかラーメンとかに入れて食べたいし、カリカリの鶏皮も食べたいと思っただけ。今明け方になるとそういうことがしたくなる。お腹が空いてくるからね。いや、ほっぺた染めたくないな、あんまり。いや、でも笑顔可愛かったから笑顔にしたいって気持ちもあるけど、でも目も描きたいっていう欲もある。難しい。まあ、こんな感じか。イメージではなんとなくの。あとは未来の俺に任せるか。もうちょいここ大きいかな。第一だけ開けてる感じの。腹減ったな。俺昨日ステーキ買ってきたの忘れてたな。賞味期限切れのステーキ、賞味期限切れってか賞味期限ギリギリのステーキを300円ぐらいで買ってきたんだ。食べないとあれ。今日一日中寝てたから。あと50分。でもご飯食べると眠くなっちゃうっていう問題があるんだよな。その問題をどう解決するかっていう。
あ、こうネクタイをリボンをこうは外そうとするみたいなのでもいいけどね。イケメンっぽくない？所作が。エロスがね。ねえ。あ、でもなんかこう眩しい、眩しいじゃないけど、あ、ここに手持ってくるのもかっこいいかも。そうしよう。これでいらん。よくわかんないけど、ここに手があったらかっこいいわ。どういう手？こうだから、こうこうこういう手かけない。なんか手書く修行しなきゃダメだな。ほら、イケメンっぽい、イケメンっぽい。そこに手あったらもうそれだけでイケメンでしょ。なんかわからんけど。ポーズだけならさっきの公式へ超えたな。確かにイケメンっぽいよな、めっちゃ。でこうすることによって、このブカブカの、ジャケットもかけると。ちょっとだけな。でもいっぱい描かなくていいから、困らないと。無駄にでっかいあれを着ているという設定も拾えるといういいポーズ。こんなもんでしょう。ただ要所要所で見えるところは補足することで、華奢であるところをアピールすると。そのギャップに燃えるということなんじゃない？知らんけど、きっと真央ちゃん好きたちはそういうところで燃えていくと。君へ。うまいね。俺ね、絵うまいかもしんない、もしかして。ちょっと頭でかいかな。こんなもんか。もうちょい腕上がる、肩上がるかな。これぐらいかな。俺結構絵うまいんだよね多分。多分まあピーハ女が多いから女子人気も得られると。確かに。この人とってもいいマオタンを書くニュー。まだ女の子ってどういう喋り方すんの。俺女の子と関わりを持ったことが少ないから女の子の喋り方が分かんねえわ。どうしよう。
よし、オッケー。バカにしてる。キモオタのデブしか浮かばなかったぞ。今まではダメ。よし、もうこっから線が行くしかない。ちょっと口、いや鼻と口の位置な、目と鼻と口の位置がどうなんこれ。これどうなん、首細すぎかな、さすがに。頭でかすぎ。そんなことない、わかんない、わからない。輪郭がどうなのこれは。いやでも幼ロリ、ロリかわいいって言ってたもんな、琴音ちゃん。琴音ちゃんのロリかわいいを信じるしかない。ちょっと首長すぎかも。一瞬だけ、一瞬だけ縮めていい。首は長ければ長い方がいいんだけど、ロリかわいいってなると話が変わってくる。背だけちょっとでかくする。なぜなら俺は手がでかい女が好きだから。よし、オッケー。線が、線が、もう知らん。こんなんでいいはず。え、ちょっと頭でかいかな。え、ちょっと頭でかいかもしれない。うぐぐぐぐぐ。まあいいか、気にしないでし、おご。 いいよいいよ、ペースは悪くない。ペースや、よし。コメント止まったらどうやって伝えてもらおうかな。昨日ね、コメント止まってて俺一人で30分間喋り続けてたんだけど。昨日もこれぐらいの時間だったから、まあどうせ誰もいないだろうっていう浅はかな考えのもと。ピッツ投げたら音出るやつ。ああ、何、俺がじゃあわざと止める、止まったふりするべ。そしたら、あ、でも読み上げがつくからバレるか。投げ銭もらうためにわざと。コメント無視する可能性はあるよ。掘る必要ないんだよな、ワンドロだから。正直時間かけすぎはある。なんならこのラフに色つけるぐらいでいい気がするけど。俺はバカだからよ、わかんねえけどよ。ワンドロって線画までやるんじゃねえのか。勝ち確定セリフね。俺バカだからわかんねえけどよ。確実に勝ち確セリフ、いつか言いたい。俺もいずれ。そのためにバカキャラで居続けようと思ってる。俺は、俺はさ、バカだからわかんねえけどよ。次1時間以内に終わりそうな時の決め台詞にしよう。俺バカだからわかんねえけどよ。1時間以内に書き終えちまえばいいってことなんだろう。ガオン。あと40分。10分で線が終わらせる。で30分色塗り。そしたらワンチャンある。
そんなになんか派手なあれじゃないから、パーツがないから、こういう私服系は楽だからさ、ワンチャンあるよ。色とかもあんまり多くないし。色分けが多いわけでもないから。全然ワンチャンある。俺が集中さえできればの話だけどな。この時間だからこそむしろ集中しやすい。集中してもらうために俺らは黙った方がいいか。いや絶対ダメ。無駄にそのなんかさ、コメントがなかったりするとさ、その一応誰かが見てるかもしれないっていう気持ちでさ、あの喋ろうとするわけよ。喋ろうとするってどういうことかっていうと、脳の無駄な CPU を使用しなきゃいけないから、その絵を描くのに使わなきゃいけないであろう CPU も使っちゃうわけ。そうするともうぐちゃぐちゃになっちゃう。だからなんならみんながこうお話ししてくれた方が俺としてはしやすい、お話ししやすい。にノーストークができないんだよね。できないっていうか、なんていうか、むずいというか、人がなんか話しかけてくれたらその何も考えないトークできるんだけど、自分発信だとまず自分発信のスタートがやっぱり割と考えなきゃいけないというか、スタートが自分っていうだけでそれだけで全然違うんだよね、頭の使うスペースが。俺スタートかそうじゃないかってだけで全然変わってくる。手どうなってんだろうな。でも結構ブカブカだよな。でっけえ服着てるっていうのはもう公式設定だから割とブカブカで描きたいんだけど、ブカブカの服を描くっていう能力が俺にはない可能性があります。というかないです。ちゃんとそういう能力は欠如してますといったところでしょうか。ゆえにわびすけといったところでございますな。ございますな。実力以上を引き出さないと。そうなんだよね。常に自分の限界を超え続けないと進化っていうのはできないから。成長っていうのは自分の限界を超えた時に初めて成長するわけであって、常に同じところに居続けるのは成長ではない。停滞でしかない。爪とかなんかやってなさそうだよね。でもなんかどうなんだろう、やってんのかな。
逆にやってたら可愛いまである。あ、レイヤー間違えてる、意味ない、なんで俺レイヤー分けたのに違うレイヤーに書いてる。はい、もう手とレイヤー分けたつもりだったのに意味ないよこれじゃ。時が流れて停滞したまま結局マイナスだもんね。そうなんだよね、時が流れて停滞はマジでそう、結局マイナス。いいこと言うじゃん。どうなんだろう、俺でもやっぱさ2、3年前の絵とかめっちゃうまいと思ってんの自分のね。でもやっぱ最近の絵もうまいと思ってるんだけど、それってどう思う、成長してんのかどうか怪しい自分の絵が。やっぱ描いてはいるからさ成長してると思いたいけど、ただ正直昔の方がうまいまである。難しいそのあたりが。それはないと思う。マジ？今のがいい？でもマジでワンドロスしてるおかげで絵描くスピードはめっちゃ上がったと思う。親指ちっちゃ。手に対して親指ちっちゃ。絵を描くスピード自体はすごく。ワンドロで鍛えた力と最後まで描き切った力は別のスキルだしね。まあ確かにそうだね、それはもちろんある。スピードの、絵を描くスピードと、だ俺逆に今最後まで描ける力がない、多分。よし、オッケー。あとはお顔。お顔が難しいぞよ。しばらくちゃんと絵を描いてないからな。ワンドロ始めてから。ワンドロは描いてるけど。ワンドロかっこちゃんとした絵だけどな俺の中で。結局さ自分が満足するまで絵描いてるからさ、ワンドロで。まあ、背景とか描いてないけど。あんまり意味ない。ワンドロとは言い訳してるだけです。ワンドロっていう。あと30分。わあ、超、わあ、悪くないな、ペースは。眉毛、太め？ちょっと太めか。結構しっかりある感じは。あるな。太いってことでもないけど、ちゃんとある。線一本で表現したら怒られてしまう可能性はあるぐらいには。1枚の絵に使える体力を鍛えないと結果的に衰えるというのは感じ。イカ力。ああ、なるほどね。確かに。もう今全くなさそう。1枚の絵に使える体力。
ゼロそう。それは昔からそうなんだよな。でもまあ俺昔なんでそんなに一枚の絵に使える体力がないかって思ったら、その普通に一枚の絵に時間をかけすぎてるっていうのがあったから、それを打破するべくワンドロ始めようって思った所存なわけだしな。まあ、でもマジでこのぐらいの、で昔死ぬほど時間かけたクオリティを本当に1時間2時間でできるようになってるから、なったと思っているんだけど自分では。よし終わり、次色、あかっこいいかっこいい、あすごいいい絵、うまい俺天才、次色、うわ髪の色どれが本物ねえ、どれが本物なんだよこいつの髪の色は、おいどこが本物だよ、なんだこれ、なんで2段階に分かれてんだよ髪の色が。まあいいや、わあしかも手前に手持ってきちゃったか、手前に手持ってきちゃった、これはマジでうまい、手前に手持ってきちゃったと分かんねえな、これマジでうまいな、苦手かと思いきや逆にパターンね。ただ線画を塗るの色塗りが下手すぎてツールに頼らない、もう絵の具塗りしてるんで俺、死ぬ時間かかります。ここからが問題、え何色ピンクこれ、あピンクなの髪の色って、グレーピンク、ピンクグレー、わかんないです、この目、この髪の下の目の表現どうするかだな問題は。何色って言ったらいいのかわからん色グレーとピンクの狭間みたいな色してるわ多分、俺が見るにね、色弱の俺がカラーサークルを見るにグレーとピンクの間、色弱的に言うとね、でみんなは違うかもしれない。あ俺やべえ、ガソリンエイド入れんだ車に、忘れてた、やることがいっぱいある、まずい、指も悪くない、まあ、かっこいい感じのスラッとした指が描けてる気がする。もうちょいもちもちで、他の人のファンアート見ても悩んだであろう謎段差つけてる、悩んで、この何、髪色、悩むよなこれ、どうなってるか分かんねえもう一色ではないのは確か、ただそのなんていうの、演出としての光とかの演出としての色なのか全然わからん、よし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 、まだねそんなにやっぱりキャラクターとしてもまだみんないっぱい知ってるわけじゃないから、どこまでを表現していいか分かんないっていうのはありそう。
次ジャケット、いやなんか変なかっこいい交渉みたいなのついてる。これジャケットはさ、文明の力使ってもなんとかなりそうじゃない？流出少なそう。クソしてるわ、ここ。流出防いで、文明の力と。なんで？こうか。よし。よし。うまい。完璧。隙はなし。もはや、なんだっけ？キリコちゃんが言ったの。もはや、なんとかなし。猶予なし、もはや猶予なし。かわいい、うまい、俺絵が。猶予なかったらあかんやろ。猶予はねえよ、常に。確実に常に猶予はない、ワンドロは。常にギリギリを言っている、常に猶予なし。言わせよ、真央ちゃんに。真央ちゃんだっけ、有村真央ちゃん。真央ちゃんっていうのは失礼かな。真央くん、真央さん、真央王子、リトルプリンス。絵描くのおもろいな、マジ絵描くのおもろいわ。ただただ何がただなのか分かんないけど、すげえコスパいい趣味だと思うわ。それこそこの液タブは昔5年ぐらい前に5万円ぐらいで買ったけど、こんだけね、しかも承認欲求まで満たせるっていう、もう好きない、楽しいし承認欲求を満たせるし、いいことずくめ。これぐらいの絵で良ければね、しかも1時間で描けるわけでしょ。コスパ良くない？承認欲求のコスパがいい。まあ2時間か。多く見積もって2時間。え、マジ今日早いぞ。やばい、ある、チャンスあります。あと20分。20分。おい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 、そんなもんか1時間。おめえのスピードは俺についてこれねえのか。1時間よ、俺の方が早いってことか、1時間より。なあ、あんまり俺をバカにするんじゃないよ。俺の本当の真のスピードを見せてやる。俺が本気を出したらどうなるかってことを教えてやるぜ。トップスピードだ、捕まってろ、振り落とされるな。このスピードで書けんだったら俺ももう神絵師よ。そろそろ VTuber のキャラデザイン依頼が来てもおかしくない。
ホロライブから。ホロライブ、ホロライブ、爪塗ってるかな、塗ってなさそうだけどな。キャラ的に今日は塗ってないっていうことにしとくか。一旦塗ってるよみたいな資料出さないでよ。まあでもちょっとだけなんかあれはしとくっていうのもありだけど、あの薄めなピンクというか。ほんのりなんて言うんだっけ、ナチュラルみたいな。あ、画面真っ暗になっちゃった。時間がないというのに許されねえぞ。ポン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 もはや猶予なし。ここって、いや俺ね、これカーディガンじゃなくてベストだと思ってるから、ここはこのシャツでいい気がする。よし、オッケー。目か、あ、目だ、めーめーめー。一回グレーで、こういうグレーで。ライブ映像見たけど、ナチュラルピンクっぽい。ナチュラルピンクだった？何ナチュラルピンクって何？そんな色は存在しないよ、この世には。存在しちゃいけない色、ナチュラルピンクなんてもんは分かんないから。うわー、これそっか、今日目の色、目の色の位置変えるか、一番にするか。存在しない色は禁止、原色以外知りません俺は。髪の色みたいな色で、髪の色を薄くして塗っとくか。そしたらなんか整合性というか統一感が測れるはず。髪の色でもグレーだっけ、まあいいか、わかんねえし、わかんねえだろ誰も眉毛の色は何色、わかんないね。グイン、目の色は何色？濃いめのネイビーかな？うん。ネイビー目、ネイビー目がち。目回りネイビーがち。目回りネイビーって名前で俺VTuber やろうと思ってんだけど、どう思うみんな、ありだよね。私の名前は根回りメイビー、根の周りがメイビーであることで有名なの。そんな私に一大事が、目の周りがオレンジ色になっちゃった。このままじゃ
根回り、目回り、ネイビの名前が、名前に傷がついちゃう。なんとかして、目の周りをネイビにするわよ。ドン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 。オープニングね、今の。2001年あたりのアニメのシルベイリちゃん。シルベイリ。何シルベイリって何を間違えたんだろう。導入導入をシルベイリと読む。やるじゃん、キリタン。よし、オッケー。完成。完成じゃない。影、影。でもパーツが少ないから影もそんなに多くない。多くないけど、このまずよくわかんない色分けしよう。まずこの謎の半分を。これ何マジ。この下半分の色分け分かんなすぎ。色弱じゃない側から見ると目真っ暗だけど大丈夫。え、真っ黒なのこれ。ネイビーじゃないの。まあ後であの、はい、あと明るい色入れるから大丈夫。あんまり気にしてたら胃が痛くなっちゃうから。気にしない方向で一旦暗い色入れてるだけですか。その予定ですから。あと10分ぐらいかな？かな？かな？お持ち帰り。今のはリュウグウレナちゃんのモノマネです。そっくりだから別に言わなくても分かっているとは思いますが、一応ね。日暮らしの泣く頃にのリュウグウネナちゃんのモノマネをしたということで皆様にお伝えしておこうかなと思いまして、ここに影つくかな。手の仕事にしとくか。しといた方がいいか。んで、次は髪が終わったらこうか。よし、次。いや、もうすぐ終わる、すぐ終わる。マジで終わる、マジで終わる。可能性ある。やばい。激アツ。あと10分。うわ、あと10分。どうなん？どうなの？終わりたい。終わったら奇跡。可能性を。俺だって1時間以内に終われるっていうことを世間に表明したい。なんとかこいつやるじゃんって思わせたい。こいつちゃんと頑張ればできるじゃん、やればできるじゃんって思ってほしい。みんなにお願い。終わって終わって終わって。あと10分。キャンピーン。こっから早いんだよな。10分
残り10分のスピードがえぐいえぐい。なんか加速装置入ってんだよね。009です、完全に。加速装置頼むよ。何あれか、あ、なんか色分けしてない、セーター色分けしてないよ。みんなセーターの色分けをしておりません。あたくし、あてくし、ちゃんと分けねばなれなのに、ならぬのに。分けぬなら分くまで待とう。ホトトギスといったところか。つまり枠あと8分。あ、ピピピピピピ、終わりてー。かなりペース良いのに、良すぎるのに。このペースで間に合わねえんだったら何してもダメだよ。何もできない人間になっちまう俺は。ふい、ネック部分オランダ国旗みたいだね。オランダ族か、オランダ生まれか、まさか。可能性は大いにある。そうなんだ、私はオランダ生まれオランダ育ちのオランダなんだ、俗に言う可能性がある。俗に言うオランダなんだ、よろしくね。あと7分。ひぃ、オランダのゴンゲなんだ僕は。オランダを体現してると言っても過言ではないんだ。っていうキャラかも。この指ってどういう影がつくの？上から光が当たってるんでしょう。じゃ影なんかつかないか。あと6分。でもわかんねえ、かも。どういう鍵がつくかわからん。指は、指は物語です、完全なる。これはつまり、俗に言うね。悪くない悪くない。あと5分。悪くないけどあと5分しかない。それはつまり悪いということ。悪いと言っても過言ではないということ。悪くないとは 嘘になるということ。よしよしよし、駆けついた駆けついた。あとはあとは、あ、このオランダオランダオランオランダオランダ。あと10分からの時の流れが早すぎる。いやマジであと10分えぐいよな。何なのこのあと10分、10分。オラオラオラン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 ダオランオランダオランオランオランダ。絶対おかしいと思う。10分だけ神がいたずらしてる。フォッフォッフォ、最後だけ10分のスピードを上げてやろう。
モニョ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 。変な笑い方をする神様。あとこのなんかかっけえ交渉みたいなウルトラマンの変身アイテムみたいなやつ書かないと。頼む。あと3分。あと3分。ぽよ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 。パエ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 。パヤ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 。なっちゃうっておかしくなっちゃうよ。ブリ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 。あと5分からあと3分まで20秒くらいしか経ってない。ブリ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 。絶対そうだよね。おかしいもんね。そんなはずないんだから。色が違うしでかくない？気のせい、気のせいか。よし、このままでいいか。そしたら、あわわわ、あわわわ。目か。あと2分。ああ。すごい、まつげにすごい、なんか、色が飛んでる。いろんな色してる、目の中が。わかんない、色弱だから。やめて、ポチ。ピキ弱に。配慮して、ポチ。瞳孔に、小さく、マゼンタのハイライト入ってる。マジ？やめようよ、そういうことするの。あと1分。ちょっとほっぺたの形が微妙だな。書き直したい。あと50秒。あ、間に合わねえや。ちょっともちっとしすぎてる気がする、ほっぺた周りが。あと40秒。あと30秒。いくらロリカワといえどほっぺたがもちっとしすぎていては、あと20秒。かっこいいアイドルにはなれまい。はいはい、ワロスワロス。はい、はい、7、やめて、6、もう、5、コウさん、4、やめて、3、死にたくない、2、助けて、1、あー、終わり。パパパパパパ、トゥ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 。今なモールス信号で SOS を、もしかしたらパソコン側からの SOS があったのかもしれない。これかマゼンタのハイライト。救難信号が聞こえてきたのかも。知れませんね。キュッ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 。よし、オッケー。あとは髪の毛にハイライト入れて、じゃあちょっと追加で15分ぐらいもらいますか。くれますか？15分ぐらいいただいてもよろしいでしょうか。まあ許可もなくやりますがね。
ちょっとだけ薄めのピンクを爪に塗っておいて、で薄くしときましょう。これぐらい、ちょっと濃すぎかな、もうちょい薄くしとく、これぐらいにしとくか。よし、ハイライト、ハイライト、髪の毛の。本当はまつげ真っ黒にしようと思ってんだけど、髪の毛のハイライトか。何色？なんかすごい色してない？髪の毛のハイライト。何色それ？肌色じゃない？もうほぼ。どうして？どうしてこのハイライトを入れようと思ったんだろう。俺だったら絶対に入れない。公式が入れてるから俺も入れると。なんかでも公式に青い髪と青とか入れてもんね、これね、青だよね多分ね。あ、違う、紫だ。よくわかんないからダメだ、公式に頼るのはダメ、やめます。自分を信じます。自分を信じ、ハイライト入れます。怒り信じ、怒り信じ、ハイライト。自分を信じ、怒り信じ。77。そういうことだよね。つまり、詰まるところ。え、うまくない俺、もしかして。かわいいかも。かわいいかも。うまいよって言ってもらうためなんで、言ってください。今回マジで可愛い。うまいよって言ってもらうためにや言ってるんで、うまくない俺って。みんながうまいよって言ってくれないと俺は嘆き苦しんじゃうから、ちゃんとうまいよって言ってください。頼む。切れてるよ、切れてるよ、切れてるよ。肩にちっちゃいバンプ乗せてんのかい。きた、一番上がるよねそのセリフが。これ何、眉毛か。しかも結構早いしね。ああ、そういうなっちゃうのね。確かにそうなっちゃうわ。まつげは黒くしとけって言ってた。
よし、オッケー。あとはハイライトちゃんをバチッと入れてあげれば、結構すごいとこにハイライト入ってる。頬とか染めなくていいかな。え、俺絵うまえ、嘘、すっごいうまくない？絵どうしたどうした。本当にほんのり乗せるといいかも。ほんのり乗せるか。ほんのりピンク入ってる。この子ほんのりピンクっぽいの入ってるな。ぶっちゃけ過去最高かもしれない。めちゃめちゃうまいよね。感動。自分の成長に乾杯。これぐらい。ほんのりチークってやつですね。今回髪が軽そうに描けてるのもでかい。あ、本当？そう見える。お世辞抜きで良い。ボタン何色だろう。金かな。すみませんでした。本当にプロデューサー栄光は無駄ですよ。あ、金じゃない、なんか薄い水色だ。あ、しかもそんな、ごめん、これ違うわ。もっとここにボタンないわ。もっと長いわこれ。見えるところに多分ボタンないわこれ。にわかさらそうだった。危ねえ。ここもっと長い。これぐらいまであるわ。よし、完成かな。一応なんかせっかくだし、リムライトとか入れちゃうねえ。けどめんどくさくなるからやめよう。これ以上、これ以上やめよう。全部に入れなきゃいけないことに気づいた。ちょっと入れたら。まあボホボホ完成かな。明るい色か。よし、オッケー。はい。で、真央ちゃんは誰にする？あれ。ミニキャラ、書く場、ミニキャラを書く場所がないです。ちなみに、スペースが。この手と顔の横しかない。どうしよう。でかく書きすぎた。ミニキャラを書くスペースがない。真央ちゃんって、あの家系図じゃねえや。あの、設計図じゃなくて、なんだっけ、相関図みたいなの見たいな。学マス相関図で検索出てくるかな。学マス相関図、あったあったあった。真央ちゃんと関わりがあるのはリナミ。リナミが旧友って書いてあるな。じゃあリナミにするか。リナミって俺過去に画像保存してなかった？してないか。3年生同士ってことでリナミ書いとくか。ミニリナミって過去に書いたことあったっけ？あるよな多分。え、クソ絵うまい。何これかわいい。今何分？え、10分。1時間10分ってもう実質1時間じゃん。1時間ってことにしていい？ダメか。リナミどこに書こう？ない。リナミを書く場所が。
いいぞ。リナミを書く場所がない。いいよね、こんなにすぐ書けたら。実質1時間だよね。このコバスト85ってでかすぎんだろ。え？マジ？隠してるってこと？隠し持ってるものがあるってこと？しかして85ってどんなもんなんだろう、わかんねえわ。ただいろいろに合わせてやっぱそのバストサイズって変わってくるじゃん。そのバストサイズだけではやっぱり一概にでかいとは言い切れんけど、でもこの子別に太ってるキャラとかでもないしな。身長が高そうなキャラとかガタイがいいキャラでもないからな。90とかだとやっぱでかいイメージあるけど、85がわからん。欲しいミキより身長低いのにほぼ一緒。マジ？ミキミキと一緒なの？やば、爆乳じゃん。じゃあ書く人によっては爆乳になるってこと？っていうことだよね。はい、できた。でもなんか全然さらし巻いてるとかありそう。宇宙人みたいな。やっぱかっこいいに憧れてるから、あんまりおっぱいが大きいとみたいな。完成10分オーバーですね。いやマジこれ良い絵が描けましたな。これ2万億いいねいくんじゃない？投稿時間が明け方であること以外は。ねえ、投稿時間があまりにも明け方だけど、これをね。でもこれは伸びる。これは投稿時間は7時20分くらいにすると伸びやすいぞ。ああ、みんな何、あの学校行ったりとか仕事行ったりとかの、あの道中で、通勤通学の道中で見るみたいなこと？じゃあどうせ寝てるだろうからあれするか。あの予約投稿しとくか。35日目。
10分オーバー。マジで絵うまいわ、俺感動してる自分の絵のうまさに。ありがとう、こんな時間まで付き合ってくれたみんながいてくれたからこその。でもこれ一応4月30日分のワン4月30日分のワンドロなんだよね。実はびっくりでしょ、朝7時20分に上げて5月1日分じゃないんだよね。まあでも朝からね5月1日分のワンドロがあるはずないもんね。寝るまでは今日だぞ。寝るまでも7時20分だと絶対予約投稿だから寝るよね。書き出し、俺どうやって書き出したっけ、俺とピングで書き出したっけ、忘れちゃった、ピングで書き出してるわ。よし、真央先輩にしとくか。うまいよね、ちょっと待って、あうまいわ、あうまいわ俺これ今日。えてか線も綺麗、なんか線がさあれしてきてるわ、洗礼されてきてる、線が洗礼されてきた、このワンドロしてるうちにちょっとずついい線を引けるようになってきた。ワンドロ効果か、ワンドロ効果だこれはマジで。えもうめんどくせえから投稿していいかな、シャツに描いた感がなくていいねえ、めんどくせえから投稿していいかな。いやちょっとじゃあその7時20分が伸びるかどうかをちょっと試すわ。7時20分に投稿する、予約投稿、予約投稿ポストかな、はい、あれ予約済み、あーもうこれマジで使いづらいわ、このなんかよくわかんない。7時20分予約投稿ポストじゃないんだよな。これさ、このここ押したくなるよね。ここ押すとね、違うんだって。こっち押さなきゃダメなんだ。ここ押したくなるけど毎回俺こっち押しちゃうんだよね。これね予約一覧みたいなのが出てくるだけで、そうするとここで打ち込んだ情報が全部消える。クソだる。5月1日の7時20分確認する。5月1日の7時20分によし。えうまイーロンが悪い、マジ、いやこれねイーロンの前からもういにしえより伝えられし、イーロンの前からこれでした。これ最悪です、だから大っ嫌い俺。ということでじゃあ、いやー10分オーバーでしたが、でも7時10分投稿か、俺寝る前にさ布団の中で自分が今日描いた絵を見ながらニヤニヤするの好きなんだけど。まあでもこの後ちょっとやることあるからそれやって、じゃあとりあえず終わりますね。こんな時間までお付き合いいただきありがとうございました。コメントもしていただいて、おかげで本当に元気に最後まで絵を描くことができましたので、感謝感激雨あられを皆様に送りつつ、本日は以上とさせていただきます。またやろうと思いますので、明日も、でも今日は昼夜逆転が意味わかんない時間になっているので、明日配信できるか怪しいんですが、できればやります。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。おつぽよです。ザした。